2003年に核を放棄したリビアで何が起きたのか。2003年に放棄した後ですね、2006年にアメリカがリビアをテロ支援国家から指定解除したの。ポイントね、テロ支援国家だろお前、核持ってんだからって言ったのが、放棄します、わかりました、経済制裁やめてください、ね、したらですね、よし解除してやるなった。その5年後何が起きたのか。アヤムの春という民主運動で、この独裁政権に反乱が起きたわけよ、わーって。で、それを、その反乱を欧米が支援するわけ。いけいけ民主化、いけ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 。それでカダフィ政権は崩壊した。それがアマテサフと同じやつでしょ。このリビアのやり方、リビアナスプラ、今やったのやったの、民主化の流れが起きて、はい、こんにちは。相変わらずね、毎日釣り行けてます、前回の更新から10日ほど経ってるんですけど、そのね、釣果とか気づいた点お話ししていきたいなと思います、引き続きね、場所はね、シアトンというところで、朝5時から田んぼぼというところで、まあ、太刀魚を狙って釣りをしています。で、それがね、終わる、まあ、大体30分も経たないぐらいで、全くパタッと当たりが止まるんで、その後に、川の方に移動して、マングローブジャックとか、あと、チャイのマナハタ釣れたんですけど、そういうグルーパーで、ハタを狙って、釣りをしています。でね、ここ1週間なんですけど、夜にもう土砂降り、ミンダナオの辺りはすごい洪水の被害とか出てたりとか、ね、でこっちの方も昼はねこんな感じカラッと晴れるんですけど、夕方過ぎぐらいから雷鳴り出して、夜にまとまって降るとですので、川はもうどちゃにごり状態で、ここ1週間、もう丸々1週間かな、毎日行ってますけど、全く何の当たりもありません。で、ここ1週間ね、タチウオの方がよく釣れまして、それはね、なぜかっていうとね、初めね、僕でこれこれですよね、ミノーで釣ると面白いってことで、ミノの当たりが好きだったので、これもね、結構メインで投げてたんですけど、どうやら何日かね、全く釣れないんですよね。当たりもかすかにワンバイトあるかどうかって感じだったので、これ違うなぁと思って、ジグに変えました。で、ジグは、以前はこのリアのトレブルをつけずに、これちょっとアシストでかいですけど、前2つアシストをつけていたんです。で、そうするとね、よくこうリーダーの方に食ってきて、まあ、ミスバイトなのかもしれないんですけど、ね、ラインカットがあって、ジグを1日何個も4個なくした日もあったかな。っていうことで、ジグがなんか嫌だな、何個も何個も、下ろすの嫌だなってことで、ちょっとね、トレブルつけたらどうなのかなってことで、トレブルつけました。で、これなぜ今までつけなかったかというと、まあ、根がかりしづらいポイントではあるんですけど、ゴミがね、結構落ちてて、重たいゴミに引っかかると、こうトレブルですね、まあ、もうどうやっても抜けない。あと、しゃくってる時に、これがリーダーに、トレブルが引っかかって、エビっちゃうのが嫌だったんで、まあ、普段はつけてなかったんですけど、ことね、タチウオ狙いに関しては、このトレブルが大当たりでしたね。もう本当に、その地合いの時間、20分か30分ないかな、20分ぐらいの間に、昨日も5本かな、その前も4本とか、このちっちゃい 30g なんですけど、自分で太刀魚を取れるようになりました。
で、やり方はね、もう元も落として誤解しゃくってちょっとホールドさせるような感じですね。その間に食ってくることが多いので、で、また5回、5回、5回、だから計20回しゃくって、フリーホールっていう感じで、やりました。で、たまにね、フリーホール中に、これ、僕も初めてだったんですけど、この1週間で何回もあったんですけど、フリーホール中、ラインをこうサミング、まあ、スピニングリープで、レード開けて、ちょっとサミングしながら、フリーホールしてるときに、ダダダダダってラインが出されてくっていうのを何回か経験しました。要は、まあ、フリーホール中でも食ってる。あまり今まではね、そういう経験がなかったんですけど、タチウオが活性移動、そういう状態になってますね。で、フッキングもトレブルつけるともうね、極端な話で、ね、もうこのルアーが、口の中にね、タチウオの口の中に入ったなっていう感覚まで、竿というか手に伝わってくるぐらいもうカーンとフッキングできる、うん、それぐらいまでね、このトレブが大当たりでしたね。やっぱね、タチウオのジギングとかの売られている、ちょっとこっちフィリピンなんで、あんまりね、そういう製品を釣り具屋で確認することはできないんですけど、日本のね、メーカーが出しているタチウオジギングとかの、ジグなんかは、こんなタイプが多いと思う。要はそういうことで、こっちに頭かフロント側につけてると結構こっち食ってきてラインカットされたりとかが多いのかなと思います。なのでまあ正直根がかりというかゴミ拾っちゃうこともあるんですけど、うん、トレブルの方が、キャッチ率が上がるし、すごい、なんというか、感度もいいかな、と思います。で、これがね、タチウオで気づいたことですね。で、色はね、ルミナス、夜真っ暗な時は、今日なんか新月なので、まあ、できるだけ赤、目立つような色を使って。で、マングローブジャックとか、まあ、川の方なんですけども、この1週間は釣れてないんです。もう川が釣りができる状態では、ね、釣りはできるんですけど、もう全くバイトがない。全然アクティブじゃない。で、先週の話なんですけど、先週はね、結構、アクティブ、活性が良くて、レアリスのね、やっぱペンシルを朝間詰め6時から7時ぐらいの間に、反対側の岸に向けてですね、岸がねこう足じゃないんですけど、こっちはサクサクって言って、うん、ヤシみたいに幹がなこう長くなくて、ヤシの葉っぱが直接根元から生えてるような植物なんですけど、そこのキワキワめがけて、これまだねキャスティングの精度が必要って話になってくるんですけど、それはまた後日というか、そうやってそこにめがけて、これはベイトタックルで21グラムかな、ルアー自体は。でこれフックとスプリットリングは強化してます。初めからね、これナンバー2のフックがついてるんですけど、やっぱり細軸で曲がりやすい。それでキャッチできてるんですけど、一応ね、1番の太軸で、スプリットリングも大きめに、まあ、強めのものをつけてます。これ
はまだ使ってないんですけど、これはね、このスプリットリングも針は、デュエルのね、モンスターショットの 125mm のあれ使わないんで、今針はまあ今オーダーしてるんですけど、太軸のが欲しいと思って、1番でスプリットリングももうソルトウォーターのゴリゴリのを使ってます。で、まあ、動きどうなのかなと思って先週の土曜日変えた初日ですね、針を。一応これでね、釣れました。 900g ぐらいあったのかな、ゴマ笛が。そのシャドウのところからですね、1回目はミスバイトだったんですけど、2回目は綺麗に食べても乗りました。そうなんで、これでね、1週間で計3匹かな、同じ色、この色で釣れました。で、その後日が昇ってきて、バシ川はね、色が乱眼できるんで、ちょっと日陰になってるようなポイントですけど、このメガバスのワンテンですね、ビジョンワンテン、これ R2 とかいうのかな、このリップの長さで110ミリの16グラムぐらいのルアーなんですけど、はい、これでね、2匹当たったかな、2匹キャッチできました。1匹はね、アベレージサイズのね、600とか500グラムぐらいなんですけど、最後の方ね、最後の方というか、もう時間もね、7時半とか8時終わりかなっていう時に、結構ね、もう2匹キャッチできたんで、もういいかなって感じで、こうそこ、こっちの手前側のコンクリートの部分、手前をね、こういうのね、引いてたんです。そうしたらゴーンって来て、それが 1.3 キロのマングローブジャックだったんですけど、それは根に潜られちゃって、根というかね、コンクリートの下が空いてるんですけど、でもうリーダー20ポンドつけてたんで、クロロの20ポンドでなんとかキャッチできたんですけど、もうズタズタでした ね、川が浅かったんで、なんとか力で上げてこえたんですけど、使ってたね、タックルがスピニング使ってたんですね。ミディアムヘビーの 9.9 フィートの、ロッドに、ツインパワー XD の3000HG 使ってたんですよ。なので、リーダーが20ポンドのものしかついてなかったのと、手前で来たもんで、竿がね、しなりすぎて、グイーって、しなやかに曲がってくれるのはいいんですけど、もっとね、巻いてガッて上げたかったんですけど、追いつかなかったですね。危なかったですけど、キャッチはできました。で、これに関しても、これね、ビジョンの、違う、これ針のサイズ違うと思うんですけど、いろいろ試してます。というか、もう、付属されてる針は、基本的にはこれ6番かなんかついてるんですよ。6番なんですけど、ちょっとね、大きいものに4番とか、これなんかは2番ついてます。これがね、これについてたやつかな。そう、2番これつけてるんですけど、やっぱりちょっとこれはね、いまいちかな、2番は。4番の強めの太軸のものにするのがいいのかな。これはレアリスのジャックフェイト 100F ですけど、これも、4番の太軸
にしてですね、今ね、オーナーの針、オーナーなのかな、まあ、結構いい針、値段もそこそこする針ですね、を、オーダーしてるので、それが来たらね、基本的にはメインで使うルアーは、針変えていこうかな。というのも、もう針変えちゃってますけど、これでね、その3匹マングローブジャックが釣れた、次の日かなはこれをね、それこそ自分手前側がコンクリートなんですけど、反対側はその、コーナーのインサイドになるんで、流れが緩くてシャドウで、そこにこれを打ってトップウォーターを動かしてるんですけど、まあ流進とかから手前にかけてコーナーのアウトサイド側はちょっと流れが急だったり速くなってるので、よくねこの辺を投げたりしてるんですけど、でね、これで、750g ありましたね、茶色丸旗で。これ新品下ろしたんですけど、もう一発で、すごいいいバイトしててハーモニカ状態です。ボロボロっていうか傷がすごい入ったんですけど、やっぱりね、1キロなくてもちょっとねこいつも危険でしたね。もう寝ず、リーダーこすられまくって、 750g だったんでキャッチできましたけど、おそらくね、もうリーダーと、パリあとノット、この辺は本当にしっかりしとかないと、キャッチできないんで、なんかね、今まではね、今日釣れるかな釣れないかなみたいな釣りだったので、正直こう、例えばこれソマリですけど、普通にこんな感じで、セットアップというか、メーカーの純正品というか来たままのもので、難なくこなしてたんですけど、最近はもう太刀魚に関しては言うとほぼ毎日釣れたりするんですね。でこっちも水の状況がクリアだったりすると状況がいいとアクティブで浅間詰めに行くと、いつね2キロとか3キロとか場合によっては5キロとかの魚が、シャドウの、手前側とか奥向かっても、奥だったらまだいいんですよ、浮かしてこれるんで。でももうね、手前のね障害物が多いエリアでドーンと来られて潜られると、針もそうですし、針も伸ばされるし、リーダーもね切れちゃうんで、まあリーダーは太めをつけるに越したことないんですけど、針もそう、針をねこだわるようになってきましたね。針がね、ほんとね、こうひん曲がってる、魚がバレたっていうアングラーも結構多いんで、それぐらい、なのでね、なんかね、これぐらいつければ、ほんともう、何キロ来ようが、これで逃げたらもうしょうがないよねっていう感じのセットアップにしていって、根に関しても日本だとあんまないんじゃないのかな。皮だとね、岩にね牡蠣がついてるんですよ。牡蠣で、牡蠣がねなんかもう死んだような牡蠣で、このめくれててエッジが立ってるんですよ。で結構危なくて、まあ裸足で歩いたりするとスパッて切れるような
一心になってるんですよ。なのでリーダーラインもいろいろでも角度とか場合によってはもうしょうがないんですよね、スパッと切れる。ただやっぱり30ポンド以上、うん、40ポンドつけても、うん、そう、その辺にしてますね。今32とか36ポンドのフロードを使ってますけど、それでもまあまあまあ切られたらし、切られたらしょうがないんですけど、一応今までは20ポンドで、出すか、まあなんとかつたものになりながら、もうキャッチはできてるんで、もうちょっと安心したいかなっていうんで、うん、32とか36、まあ、40までいくと、魚が、ね、見切っちゃうのか、どうなのか、微妙なところではありますけど、まあ、いずれにしてよね、そう、針、こっちにしても、このね、革の釣りにしても、やっぱり針に、針で消化がだいぶ変わるっていうのを